んは、ポン太郎です。今日は2019年のアッププラスビューティー定期便の11月号が届きましたので、開封をしていきたいと思います。それではどうぞ。はい、今回はねすごく楽しみにしていたんですよ、このねアッププラスが届くのを。それがなぜかというと、じゃじゃん、はい、こちら雑誌なんですけど、これね、これを見たくてすごい待ち遠しかったです。もうクリスマスコフレのシーズンということでね、すごく楽しみにしてたんですよ、この雑誌。早く見たいです。で、今年はどうしようかな、クリスマスコフレについてダラダラ雑談をする動画出そうかな。まあそれもね考えていきたいと思います。で、こちらの雑誌はまた後でじっくり読みたいと思います。そして気になるコスメなんですけども、今回はねまあちょっと重みがあったかなって感じなので、やっぱり現品はね入っていると思います。それでは一つ目なんですけども、こちら、はい、こちらね私実際に手元に来るのは3個目なんですけども、エマルジョンリムーバーですね。 200ml の現品が届きました。これね1個開けてて全然使ってないんですけど、でもう一つは友人にねプレゼントっていうかあげて、でこれが3つ目になります。でこちらはねシュッシュッとねかけるだけで毛穴の汚れをねすっきり落としてくれるリムーバーになります。クレンジングの後にねこれをシュッシュッと吹きかけてちょっと置いたら白く濁った水が出てくるらしいんですけど、それがね毛穴の詰まりや汚れが溶け出したものみたいなんですね。そしてまあ毛穴の汚れを取り除いてくれるよっていうものだったんですけども、私これあんまり使ってなくてあんまり良さもわからなかったんですけど、やっぱり3本目が届いたということでね、やっぱり今開封してるものをねしっかり使ってみようかなって思いました。でこのね新しいこれはどうしようかなと思ったんですけど、こちらもねあまり一本使い切るかもわからないので、もうこれはね古くなる前に友人にあげようかなって思ってます。そしてこちら、はい、こちらはねルルーブルの二重まぶた形成化粧品ということで、アイプチなのかな、アイプチが入っておりました。で私ね一応二重だからねこういうの使わないので、あんまり微妙かなと思うんですけども、こちらはね一応ウォータープルーフタイプで速乾性もあって持続性もねすごく続くアイプチなんだと思います。これはもう完全に現品サイズですね。メイクの上からも使えて、つけまつげもつけれるみたいですね。まぶたが伸びないから自然なねアイプチができるらしいですね。はい、中身はねこちらの液の方とこのまぶたを持ち上げるこういうスティックが入っておりました。でも私使わないからこれはね友達にあげようかなと思いますもう二重じゃなかったらもう毎日使ってたかもしれないんですけど、私そんなにねなんか目のまぶたの調子が悪いっていう日も少ないのでね、こちらはね友人にあげたいと思います。そしてこちら、はい、またまた現品なんですけども、こちらはモモリの濃厚つややかヘアオイルセラムということで、ヘアオイルなのかな、ヘア美容液が入っておりました。でこちらは 60ml の現品ですね。なんか今回もだいぶ現品が続いてますね。こちらは傷んだ髪を修復しツヤのある美しい髪にしてくれるヘアセラム、アルガンオイルが入っていて、ベタつかずサラッとした使い心地、甘く優しい桃が香るフルーティーフルールの香りということで、髪の毛がねすごくいい香りのしそうなヘアオイルになりますね。ヘアトリートメントですね。桃のオイルだったり入ってるので潤いとね保湿とか保護っていうのをしてくれるみたいです。ドライヤーからの熱からもね守ってくれるみたいで、これはいいですね。私ドライヤーの熱がね怖くて、髪が細いので何も塗らないでドライヤーするとすごいうねうねなっちゃうんですけど、
なのでヘアオイルはもう毎日欠かさず塗ってるんですけど、これはね香りも良さそうだしすごい楽しみですね。はい、中身はこんな感じになっております。可愛いパッケージ、あ、普通のポンプタイプになりますね。まあ、今使ってるのがなくなって出番が来たらね使っていこうかなと思います。まあ、桃の香りということで、桃の香りは結構万人受けする香りなので使うのがすごい楽しみです。続きましてこちら、はい、こちらはドゥルーのプレミアムハンドクリーム NA 有塩の香りということで、こちらハンドクリームになりますね。 50g の原品が届きました。こちらはねなんか贈り物にすごくいいハンドクリームみたいで、美容液成分が20種類も入っているみたいですね。アボカド油とかホホバ種子油とかローズヒップとかも入っているみたいです。どんな方にでも喜んでいただけるようなハンドクリームっていうコンセプトで作ってるみたいなので、まあ敏感肌の方でも使えるハンドクリームなんだと思います。香りがね4種類あるみたいなんですけど、私はこのねサボテンの柄のものが入っておりました。中身はこんな感じになってます。結構シンプルなデザインですね。なんかこんなサボテンがドーンって乗ってんのかと思ったらそうでもなかったです。で一応香りの確認しようかなと思ったんですけど、ハンドクリームね今ね出番待ちが多くてちょっと開封するのはやめとこうかなと思います。まあすぐは使わないんですけど、使ったらね使い切りコスメで紹介していきたいと思います。次で最後なんですけども、こちら、はい、こちらはね、はい、ラサーナさんですね。これになります。ラサーナの海藻ヘアエッセンススイートブーケの香りのサンプルパウチが入ってましたね。でこちらは 2ml のサンプルが入っておりました。スイートブーケの香りということで、ピオニーとローズのフローラルの華やかさの中に爽やかな上品が漂う愛されオーラをまとった香水調な香りということ で、ラサーナさん結構しっとりタイプが多いんですけど、これもそうなのかな、しっとりタイプだと思います。ダメージを集中補修し、しっとりまとまる、美髪に導く、洗い流さないヘアトリートメントですね。ロイヤルゼリーやオリーブなどの成分が入っているみたいです。まあ私の猫っ毛にはしっとりタイプはちょっと重いかなっていう部分はあるんですけど、少量ずつ使えばね問題ないので、こちらもね使っていきたいと思います。はい、中身は以上になります。なんでかヘアオイルがね2つ入っておりました。まあでも1個はねサンプルだったから良かったかなと思います。ただね使えない使わないものがね2つあったのは残念だったかなと思います。でもまあその2つ以外はね全然日常的に使えるものなので良かったかなって思います。一応入ってたものは概要に書いておきたいと思いますので、よろしければご覧ください。今回も最後までご覧いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いいたしましょう。バイバーイ。